なんだろう、何これ、ちょっとなんか変な DM 来てるんだけど、DM 相談はダメです。はい。DM 相談。ちょっと待って、ごめん。変な DM 来てるんだけど、お前だけは絶対に許さない。妹の仇は必ず取るから待ってろってなんだろう。誰これ。誰と間違えてるのこの人。この人、誰と間違えてんの。この人のなんか、リプライ見てたら、俺のところにすげえ来てるけど、なんかいっぱい、リプライ。この人の、この人の通知俺一切来てないんだけど。ちょっとなんか返信してみようか。疑いのあるコンテンツの可能性があるのでメッセージを非表示にしてますだって。初めて見た、これ。ちょっと返信してみよう。何のことですか？爆笑って送ってみた。うん。お前だけは絶対に許さない。妹の仇は必ず取るから待っていろだって。で、なんか俺のところにいっぱいなんかリプライ送ってんのよ、なんか。でも俺のところに表示されてないの、一個も。多分これ、多分スパムアカウントとしてツイッター社にブロックされてるんだと思うんだよな、これ。うん。なんか。全部通知が来てないね。ちょっと何のことですか。ちょっとこれ気になるな。これ何のことですかって返信したんだけど、返事が来ないんだよな。うん。で、疑いのあるコンテンツの可能性があるので、メッセージを非表示にしていますってなって、スパムではありませんと、これはスパムですっていう選択肢があるのよ。うん。で、俺が最終的にこれはスパムですって送、やったら、多分、おそらくこいつ凍結する。一撃で。うん。で、それを押さずに返信してみた、今。何のことですか、爆笑って。うん。返信来ないかな。まあ、配信中にはできないんだろうね。なんか痛いやつだな、こいつ。で、こいつのツイッター見てみたら、なんか俺のいろんなツイートに、なんか、かすいな、お前。嫌われ者の末路やな。お前一人で何してんの、オナニー野郎。石川とお前じゃ天と地ほどの差だな、差だな。お前が言うなや、かす。はい、かす。お前のやらせはみんな気づいてるぞ、キモいなカス。やらせってなんだろう。俺のやらせってなんだろう。この人何の病気を持ってるんだろう。お前無職のニートだろ、知ってるぞ。何を知ってるのかな。カスがシャシャンなやカス。頭悪いんだろう、この人。お前ごときが社会勝たんなやカス。お前の方がどう考えてもカスだけどね。ちょ、これ泳がしてみる？これどうする？もうスパム送る？スパム行っちゃう？まあこれスパムですってやれば多分こいつと速攻凍結する、多分秒で。泳がせてみる？泳がしてみる？いいよ別に。なんかこいつマジでかわいそう。なんかどうしたんだろうね、本当に。でもさ、これさ、お前だけは絶対に許さない。妹の仇。だから妹の仇がよくわかんないんだけど。で、妹の仇は必ず取るから待ってろってさ、本当にやるやつさ、わざわざさ、DM 送ってこないでさ、行動に移すんだよね。これでさ、これでビビる人がいると思ってるのかな、この人。だからこの辺が多分、頭の弱い人なんだろうね。まあ、あえて名前は言わないけどね。晒し行為を僕はしないんで。なんか、本当にかわいそうな人なんだな。これ何の病気なんだ、この人。マジで。多分こういう、この人こういう、いろんなアカウントでこういうことやってんだろうな、多分。いろんなアカウント多分持ってて、こういうことをいろんな人にいろんなことやってんだろうな、この人。かわいそう、ちょっと。なんかちょっとかわいそうな人だな、これ。マジで。ちょっとこれ、数日ちょっと泳がしてみるわ。なんか、
妹の仇は必ず取るから待っていろって意味が分かんないよね。なんだろうね、シスコンなのかな、シスコンの人かな、うん、で多分これおそらくなんだけどおじさんだよね、うん、おじさんじゃない、でおじさんの妹ってババアじゃないそのババアとなんか会ったことないんだけどね俺、うん、気持ち悪いね。ということで終わるわ、うん、炭治郎、いや知らんどういうことやね炭治郎って、炭治郎ってどういうこと、アカウントの名前が違う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 、うん、そうすべてが、まあ続報を待てということで、こいつなんか変身してくるのかな、こいつこのゴミみたいなやつで、フォロー中、極上のスイーツニトリじゃらん、公式ひろしのなんとか、ひろしのなんとかぼっちキャンプ、吉野家ほっかほっか亭モスバーガー極上のグルメマクドナルド何をフォローしてんのこいつ、気持ち悪いな、ババアババア言うからババアババア言って、で俺にたとえあれじゃないの、俺になんかさ、なんかそいつがクソみたいなことやって俺にさ、なんかブロックされたババアがさ、お兄ちゃんに相談したんじゃない気性いマジで気性い、ガチで気性いなこいつ、で、何の、あ、変身来た変身来た変身来る、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとこの聞いてる場合じゃない、変身来る変身来る変身来る、今、てん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 なってる、今書いてますよみたいになってる、え、なに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 こいつ、なにこいつ、なにこいつ、え、なんかフルネーム出されて、忘れるわけないよな、お前が自殺に追い込んだ、だって知らないお名前ですけど。はい。知らないお名前ですけどって今返信した。うん。マジで。なんこいつ気持ち悪い。何を逆らみしてんねんこいつ。誰だよこの名前。そんな名前の人いたっけ俺。LINE に。それっぽい名前の人。いないっすね。いないっすね。うん、いないっすね。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 あ、少なくとも今年はもういないね。うん、今遡ってるけど、それっぽい名前の人いない、一人も。やばくない？こいつ。忘れるわけないよなとか言ってるけど、うん、マジで。ちょっとガンモちゃん、これちょっと待ってね。うん。マジで。いや、人違いでまた言われてんじゃないのこれ。なんの、しらじらしな、必ず、うん、今配信中なんでコラボ上がって説明してもらえます、うん、しらじらしもクソもマジで知らねえ名前なんですが、うん、なあこれ、どこの美容室行っているですかお前タラちゃんか、うん、タラちゃんかおめえ、それか LINE も固定ツイートにさらしてで、そっちで通話でもいいっすよ、はい、はい、これ今送ったのは、
まあ、白々しいな。必ず仇を取るから待っていろ。必ずだだって。で、それに対して今配信中なんでコラボ上がって説明してもらいます。白々しいもクソも、マジで知らねえ名前なんですが。それか、LINE も固定ツイートにさらしてるんで、そっちで通話でもいいっすよって。それとも、まともに、お話も、できねえ。それともまともにお話もできねえ感じですかって、うん、送った。クソクソみてえな、うん、まあいいや。ちょっと俺もこれ下手なワード出すと俺も凍結される可能性あるからな。あなたの髪型にしたい。バリカン買ってこい。うん、バリカンを。お前の配信なんかは関係ない。これを人生かけた復讐だ。説明もできねえの。お前。こいつ気性。こいつ気性。かかってこい、いつでも。バカじゃないか。いやでもなんか本名出てるよ、なんか女の子の名前、うん、会話できねえならお前のこの赤凍結させるだけだけどそれでいいか。うん。久しぶりに少し突い、あ、今ちょっと今こあの立て込んでる。好きにしろ、必ず会いに行くだって、こいつ気持ち悪い、マジで。うん、はい、スパムとして報告しました。はい、お疲れ。うん、はい。こいつの返信ね、全部通報しておきます。はい、通報。うん、ツイート報告。はい。はい。はい。で、はい、これね。報告すると、不適切、まあ頭が悪いんだろうな多分こいつ、会話にならねえ、うん、気持ち悪いマジで、うん、会いに来るんだって、会いに来るんだって無能が、うん、おめえじゃ無理で春日よ、しょうもねえこいつで、会いに来てほしいけどね、ていうか会いに行ってやろうか、てか会いに行ってやろうか、うん、さてさてこいつの返信が来るかな、ね、なんかやらせとか言ってんだけど何のやらせなんだろうね、頭が悪いんだろうな多分、うん、あ、はいはい、
なんだっけ、 LINE 追加して固定ツイートね。ゲーム動画のやらせ、ゲーム動画やらせもクソもないじゃん、だってマジで、うん、ゲーム動画にやらせもクソもないじゃん、うん、だからあの連絡取れなきゃ会えねえだろ、無能。 LINE 追加してこい、うん、マジでこいつなんだろう、マジで真面目に多分頭やばいんじゃないかな、うん、こいつ。他の相談、いや、やらせなんか一つもないよ、だって、うん、ガムちゃんが一番よく知ってるでしょ、だって、うん、で、てか会いに行ってやろうかつって言ったら来いって言うからさ、 LINE 追加して固定ツイートねつって言ったら必ずだ、だって。で、連絡取れなきゃ会えねえだろ、無の。 LINE 追加してこい、必ず行くから待っている、だってお前何の病、 LINE 追加できないの会話が成立しとらん、マジでこいつマジでやばいな、こいつなんだろうね、なんていう病気なんだろうこれ。でさ、こういう脅しなんてさ、マジでこの脅しで俺がもしかしてビビると思ってんのかな、それか。こんなん喧嘩突当時にいっぱいあったしさ、でそれでさ、俺なんか住所も本名も電話番号も晒してさ、喧嘩突やってたんだからさ、でそれでさ、リアルでさ、俺の家に何回も来たことあるぜ、人が喧嘩突しに、リアル喧嘩突しに、うん、いやマジで、いやでも岩間レベルだよ、うん、あいえを700レベルガチで、うん、マジマジ言ってることがあいえを700、うん、本当にやばくない？お前何の病？ LINE 追加できないの？で、追加すんの？つって。うん。今、住所晒してない。うん。晒してない、今。うん。いや、あいうよ700、今、ツイキャスやってるよ。うん。あいうよ700、今、ツイキャスやってる。うん。普通に。いや、多分、確実におじさんだと思うけどね。うん。そう。なあ、そう、たまに見たって、お前、面白くねえだろ。追加してこないじゃん。これ絶対釣りでしょ、これ。もう QR コード送ってやろうかな、じゃあ無能すぎるから、うん、はい、これね、これね、追加できるかな、おじたん追加できるかな、おじたんつって、うん、それとも無能すぎて LINE の追加の仕方もわからないのかな、うん、いや結局だから LINE も追加してこれないし、だって絶対会うって言ってる、ね、言ってきてて、ね、自分から絶対にお前に復讐する、絶対にお前に会いに行くっつってるくせに、俺が、行こうか、行ってやろうかっつって、だから連絡取れなきゃ、会えねえだろって言って、で、LINE 追加しろよっつってんのに、追加してこねえから、多分釣りでしょ、これ。うん、ただのクソアンチでしょ。女も。うん。ね。そう、会うつもりなら LINE 交換した方が一番早くないっていう。うん。
そう。個人情報につながる。で、しかも特定するんであっても個人情報につながる LINE を追加した方が手っ取り早いでしょっていう。ああ、これも釣りだな。うん、もう返信ないわ。うん、もう返信ない。ガチで。返信がございません。マジで無能だな、これ。しょうもな！くそだろ、いいな。多分追加してこれない、これ。こいつ。グループじゃなくて友達、はい、知り合いかも。知り合いかもっていうやつで、うん、多分やばいから、もしあったら刺されんじゃないの。刺されちゃうよ、危ないよって言ってやれ。マジでしょうもなこいつ。ちなみになんだけど、あのおそらくよ、おそらくこれマンドリルだと思うんだけど、マンドリルが俺の LINE 追加してんのよ。うん、そう、あのマンドリルが俺の LINE 追加してるんだけど、名前が420なんだよね。こいつまだ薬物やってんね。薬物っていうか大麻やってんね、こいつ。また捕まるね、マンドリル。うん。名前が420なんだけど。ハイタイムなんだけど。うん。そう。ハイタイムなんですけど、マンドリル。うん。マジで。知り合いかもっていうところ追加されたかなと思って見たらさ。うん。マジで。なんかタイマーやってるっぽいね。うん。420って書いて。420っていう、420、ハイタイムっつって。まあ、みんなで集まって、こうね、ジャマイカの人たちがこう、みんなで集まってタイマーをやりましょう。仕事終わったらタイマーやりましょうっていう時間が420って言うんだよ。うん。そう。っていうね。うん、もう来ないから終わっていい？もう。うん。そっから返信してこねえわ、こいつ。本当に。もうこういう口だけやろう。俺マジで5万と見てきてるんだよな。ガチで。ゲロシャブプッシャーやってるって自分で言ってた。水にゃんの枠で。マジ？よいしょ。これをメッセージを報告。押せない。 OK。 この人との DM のやり取りなくなっちゃった。通報したらいなくなっちゃった。あ、もう、あ、なるほど、返信できなかったのはそういうことか。うわっ、やばい、俺に返信できなくなった理由はすでに凍結されてしまっている。すでに凍結されてしまっていた。返信が見えなくなっちゃった。ご愁傷様です。もうあとはもう LINE で送ってきてよ。うん、全然お前が LINE くれたら俺全然会いに行くよ。うん、マジでお前のなんかよくわかんない復讐とやらのために俺全然会いに行くやん。全然、はい、いいことなんでよろしく。はい、気持ち悪い。